日本初放送となる古穂星が輝く夜には、少女時代のユリ主演、広告会社に勤めるアラサー女性の軽やかでリリカルなオフィスラブコメディです。広告会社で仕事を頑張っている29歳のヒロイン古穂、彼女は人のことを性格から能力まで星の数で評価をつけて、こっそりそのコラムをブログに書いていました。目下のコラムのターゲットは職場の不愛想な厳しい先輩。この先輩からツッケンドンにいつもきつく当たられるも、コラムでそのうさを晴らしながら必死で仕事をこなしています。そんな時、なんと過去にひどい振られ方をした元彼が上司になって現れてしまいます。こうして波乱万丈な彼女のオフィスライフが幕を開けるのでした。ヒロインは他にも、子犬のようなミルキースマイルで迫ってくる後輩や、男気があって頼れる中年上司、小太りな先輩も入れて、結果的に5人の男性たちから思いを寄せられていくのですが、5人の男同士の神経戦の面白さに加えて、恋に向き合う繊細な女心もきちんと描かれています。軽やかなラブコメで楽しく見ていけますが、なんといってもキム・ヨンガンがかっこいいんです。ヒロインをビシビシしごく厳しい先輩なんですが、ぶっきらぼうな裏で実はいつもヒロインを気にかけて見つめているというギャップに燃えます。ツンツンの中に隠れ見えるデレ姿にキャッという感じでした。モデル出身だけに立ち姿や何気ない仕草が様になっていて、セクシーでかっこいいんです。ユリもコミカルでチャーミング、29歳の等身大の女性を生き生きはつらつと演じていて、とっても魅力的です。君の声が聞こえるや、ピノキオのチョスウォン監督が手掛ける初のウェブドラマということで、イ・ジョンソクやパクシネがゲスト出演しています。どうぞお楽しみに。星が輝く夜には2月16日木曜夜11時スタート。どうぞお楽しみに。